宿。宿です。あ、ここでいいんじゃない？オフィスって書いてるよ。シェアゾーン。ここら辺っぽいね。誰もいなさそう。チェックイン行こう。今日は新しいキャラバンに来たで。今日のティンカンベイのキャラバンパークはこんなところです。めっちゃ近い。キッチンそこや。うん、あ、言ってた。全員で入れるって言ったね。いいやん、チェックやな。ママ、これやな、買ったやつ。どんなんなんのか立ててみようか。これぐらい立てないで。開けます。いいじゃん。こんな感じでできてきたな。だいぶ風には強そう。とりあえず家が完成しました。けど見て、これいきなりもう破れてる。なんかまあクオリティはそんなに高くないよね。このガイロープとかもなんかめっちゃ細いし、めちゃくちゃ風吹いてたらまた飛ぶかもしれへんな。で今スーパーでさ、さっき水を凍ってきたんやけど、なんかびっちゃびちゃで、なんでかなと思ったら、この蓋の部分がこれ壊れてるんやね、初期不良で。そんなことある？これ多分水出んね、これ。ほら新品やで、これなあ。の新品でこんなんやばない、ほんまに。けどもうしゃあないな、ほんま。めっちゃいい感じにこのひさしと車がビッタビタ。明日雨の予報やからさ、これで雨に濡れずにテントと車を行き来できるんちゃうかな。ちょっと雨が楽しみやな。どうなんのか、やばい。うまくいけばいいよな、これ。成功したらやばくない？明日やな、結果がわかんのは。うまそう。今日はラーメンの部屋で。うわー、うまそう。明かりがさ、ちょっと暗いです。ライトつけるな。よっしゃ、よく線が伸びるな。そうそう、そこ破れたんちょっとショックなよな。パパがギュッてやったら破れちゃって。フィンガーではないけど、ギュッて縛ったらさ、穴開いちゃって。これ、これでも。そうそうそう。もう、もう一回だ。ごめんね、もう一回買うのだけよしてください、お願いします。もう一回買うとかはやめて。うまそう。どう、おいしい？おいしい、楽しめる、楽しめる。
はようございます。昨日すっごい雨で、なんと買ったテント初日で思いっきり曲がった。これ弓なりになってんの分かる？もともとまっすぐやったんやけどさ、ここに雨が溜まって重みで思いっきり曲がったね。雨用じゃないのは分かってんねんけど、雨対策どうするかほんまに考えなあかんな。あらら、また晴れた日にちょっとこれまっすぐになるように修復しよう。なかなかうまくいきませんな。ちょっとやっぱ水まだ染み込んでくんな。あらららららら、曲がってるよね。今日も明日も雨、出かけることはなくテントで過ごそう。2日間、また雨か。クモーニンバディ。後で買い物行こうか。明日なったらね。いきなり窓が閉まらへんくなって急遽車屋さんに来ました。さあすぐ直せるんかな、ね、行ってみよう、ね、それは分かんないけど行こうか。それではバイバイ。たまたま見つけたのがこのベイオートサービスっていうティンカンベイっていうところにある車屋さん。いきなり来ていけるかな。とりあえず言ってみたけどビジーらしいわ。さあどうなるんでしょう。危ない。おお。ええお、なんかでよ、ええお。さあ見てくれるみたいよ、リメ。どうなるかな。どうなんやろな。なあ。見てくれてるわ。治るのでしょうか。みんな心配なお持ちで。バラバラになってきた。バラバラ。バラバラになってきたで。なんでバラバラ。のぞみが踊ってる。のぞみが踊ってる。曲に合わせて。おお。いいね。つい20分前は地獄のようなドズーンとした。いいやん、すごいやん。治ります。ものの10分でした。さあいくらすんのかな。Thank you very much. Thank See ya. you. Yeah, bye. Bye. よっしゃー。
やっと雨が止んでイルカが見れるポイントに来てみました。明日の朝来ようと思ってるけど、下見にとりあえず来てます。ほんまや、向こうなんか、あれどうなってる、あれなんか倒れてんな、ヨット、やらいことなってるやん。なんやあれ、沈むんか。イルカいた、アリメ。いてないな、今日はまだ。朝しかいないの。朝の8時ぐらいに来るらしい。ぐらいにはここに着いといた方がいいって言ってた。めっちゃ混むって言ってたで。そう、今なんかほんまに誰もいてへんな。どこ？何がめんの？いろんなやついてねんな。ジュゴンとかすごいな。前やな。ジュゴンが何？ジュゴンいるらしい。どこ？これよ、ジュゴン。これジュゴン。Google レンズで。Google レンズはほんま便利やな。すごいよね、Google レンズ。何でも翻訳できるわ。Google レンズを使ってる妻のぞみ、文明の利器やな。あ、ここではジュゴンに会える可能性が高いです。そうな。何高いって、何が高い。ジュゴンに会えるねんて。他のジュゴンもいるかもしれません。静かに座って辛抱してください。ゾトウクジラも来んの。でも多分冬やんな、来んのは。冬はな、こういうのが見れんねんな。うわ、どれぐらいちゃんと翻訳されんの？結構ちゃんとできるの？まあ理解できるからいいんじゃないかなと。でもこれすごい英語で言ってるとしたらめちゃくちゃ難しいこと言ってるなと思うよ。そう、汚染物質とかさ、うん、そういうのって単語自体知らないし、うん、難しい。なんてなんて。鳥の家って言ってんの。鳥の家。そう、ほんまやほんまほんまや、鳥の家あるやん。ちっちゃくないし。すごいな、これ全部ユーカリの木家で、すごいいい匂いするよな。頭かな、パンの手かなって思ったのに違うかったわ。でもいい匂い、ユーカリがいい匂いすんな。どう、完全にユーカリ。完全にユーカリ。そう、ええ匂いする。めっちゃいい匂いするよな。これやな、マングローブ。マングローブやって。明日見に来るポイントはどっちなんやろ。あっちかな。あっちじゃないよ絶対。あっちか、見に行こう。こっちかな、この辺か。ドルフィンセンター。何なのか。
え、そうなん。朝食ある。朝食を食べながら、うん、餌やりを。あ、キッズミールあるよ。8時に開く。7時に開くんやな。7時に来るのがおすすめって書いてある。8時から餌やりがあるってことね。ということは7時には来なあかんねんな。で、やっぱりなんかご飯を食べる。で、ここでご飯を食べればいいや。今日はとりあえず閉まっとんやな。明日ここで朝朝食食べんねんな。なんか美味しいもんはあるんかな。勝手に餌をやったら違法になるから、ちゃんとここで餌やりの権利を買わなあかんねんな。とりあえず明日ここ戻ってこうか。Good morning. うわ、雨降ってない。よし、イルカへ向かおう。まずはこの電源を片付けよう。 OK、 準備完了。さあ出発や。おはようございます皆様。おはようございます。おはようございます。今日はイルカ見に行く。そうやんな、今日はイルカ見に行くやんな。さあ見れるかどうか行ってみないとわからんな。Let's go! 今だいたい何人ぐらい来てると思う？40人ぐらい。40人。さあどうなんやろ。何人待ってるか。な、結構いる、結構いる。先もんがちやからな。さあどうなるか。さあ戻ってきた。どれぐらいいてんのか。うわ結構いる、結構います。とりあえず列並ぼう。スタッフの人が要求だ。さあイルカは来るんでしょうか。で、そうやね。なんでさ、子供とさ、違うやな。どうやって1個しかなかったやろ、スタンプ。なんかスタンプやな。いいやん。83だ、83。うわぁ、ほんまやほんまやほんまや。いやいや、やっぱりね。OK。I just ask please if you are down on the beach taking photos and even up here taking photos, please just make sure that the flash on your flash hits them and it's a bit like a welding up to their eyes. Okay, I am going to hand over in a minute.To Brett and Vicky, and they are going to talk about these guys. At least it's like we've got a beautiful morning. It's not too breezy, and we've not raining, which is good. So had a fair amount of rain in the last couple of days. So we just a little bit of housekeeping. We just before we start, we'll just ask you to stay about a meter away from the water. If you could just take a step back there, and just stay standing at all times because we have a couple of things. This is one here.And then there's another one in the back there, just under the water, if you can see him. And some Harmony comes in like a stealth bomber, and if they have a bit of a tussle, and we need to exit the water and crouch down, it makes it hard for us to get past you. So if you can help us a little bit as well, so you can really get to observe that while you're here. So here's the prolific gift giver. So when you hear, like, you know, getting on his back and stuff like that, and so that's created this little bit of some really huge shark strikes on him. So you can get a really good example of how good their immune systems are. Have a bit of a talk. Okay, so here in Tinkham Bay. Oh, he's coming. It's okay. So it's not scary at all.
できそう。できる？長い。30分以上も話聞いて。早く餌あげたい。I want to thank all my volunteers. Without these guys, we could not showcase these dolphins to you. 餌やりをせずに上に上がってきました。一体どういうシステムなのかが全くわかりません。餌あげれんのかな？あげれると思ってるけどな、勝手に。どうなる？どうかな？8時から10時の間しか餌あげたらあかんって決まってるらしい。だからこんなに長いこと説明して時間を、かけるんだから。リメ、ついに餌やりの時間来たで。来た来た。よし。よっしゃ来たで。先行っといで。いやいや先行っといで。How's that? Maybe another one? You get three? Kids get three today? There we go. And we'll give you the last. Okay, how's that? Okay, now you guys have two each. Have a look at the camera. Come in. There you go. Just go straight down. Ah, perfect. Right. Good. That's a bit shallow. I'll give you a nice big one, eh? There we go. So down under the water hand and all about that far, as soon as he grabs it, just put it right there. Hello, Sky. Say hello. That's it. And we'll just give you a normal one. No. How's that? All right, eh? Yeah. Thank you. You do, Johnny. Thank you very much. Thank you, guys. Enjoy the rest of your day. どうだった？そうだった？楽しかったよね。いや、やばい。ポイって買って食べると思った。なあ、よかったよね。思った以上に。なあ、リメだけさ、3回も魚あげたん、せこくない？なあ、パパたち2回しかあげてないのに。なあ、せっこ。見て可愛い。どんな見せて。うわ、行こうか。あのドルフィンがおるのはその辺に来たり、どこにでもおるわけじゃなくて、しかも餌付けができるのは世界でここだけらしいから。すごいよな。イルカってこんなに近くにいて見れるもんなの？なあ、10ドルで、3人で30ドルで餌やり。しかもここはもう観光ガイドブックには載ってないようなところだよ。ここはいいよ、ティンカンベイ。ぜひここでドルフィンに餌付けをしてみてください、皆様。ほら、これ昨日も来たけどさ、これ向こうにあるやつ、船見えるかな。この船は一体どういうことだろうな、ほんまに。もう苔かけてるというか、もう苔けてんのかな。昨日と違うじゃん。昨日と違う、思いっきり干潮やわ。歩いて行けるんちゃうか。うわー。
ちょっと近づいてきた。近づいてきたな。カニがいてる。カニや。カニがいてるぞ。カモンバディ。これどういうこと？斜めになってんな。これは座礁してんのか、こういうもんなんか。ママ置いてきたやんな。ママ歩きたくないって言ったもんな。コーヒー飲んでんな、向こうで。ママどこにおんの？どこどこ教えてよ。どこなん？ママどこ？遠すぎるで。かなり歩いてきたなこれ。すっごいカニこれ見て。うわ。すーごいカニ。もうそこら中で、ほらカニの大群。みんな移動してるよ、ほら。うわすごいわ、これ。うわすごい。うわこれはすごいな。うわ何穴掘り出した。穴掘ったな。うわカモン。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 着いたー。めちゃカニが増えた。すっごいカニの量やったな。めちゃくちゃカニが増えたよ。よっしゃ。なんかちっちゃい砂漠みたいなのあるらしいから、そこに行きます。どんなところなのな。あそこもなんか書いてる。行ってみよう。階段だわ。カラボビ。来たね。揃えておいて、よし歩いていこう。うわーすごいな。うわこっちもすごい。すごいね。森と海。森から行こうか。いいな、ここ行ってきや。反対側の海側行ってみようかな。いいね。
レインボービーチ。さあどんなところなんかな。なあこの扇風機みたいなめっちゃでかいな。なんやこれは。なあ。このレストランはおしゃれやな。レインボービーチサーフライフセーフィングクラブやって。レインボーの階段や。次に来たのはサリーズクリーク。さあどんなとこか行ってみようか。はい。なんかここはウォーキングトラックになってて歩きやすいな。何分ぐらいかかるか全く情報なけど、とりあえず行ってみるしかないか。なんか全然どっちに行けば何があるとか書いてないから分かれんな。イケアな。ほんまや、でっかい魚いる。めっちゃでかい。オタマジャクシがでっかなったみたいなやついてる。もう終わり？そうな、めっちゃ短いやん。ほう。思ったより短かったな、ここ、どっち行った？でも匂いは T3 の匂いすんな。ほのかに、ほのかに。明日ここのティンカンベイを出発するんで、今日は早めにキャラバンパークに帰ってご飯食べて明日の出発に備えようと思います。それではバイ。I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. 今日は朝からみんなに重大なお知らせをしようと思います。今出発してブリスベンから徐々に上に向かっていってヌーサを越えて、今いてんのはこの辺かな。行きます。今日は今から4時間以上の長旅の運転になるから、みんなで頑張っていきます。To be in the great outdoors.